様のお城にも下ろしている。匂いを嗅いでみな。じっくり焼かせたこだわりのパンだよ。ほら食べに来て。割れない壺。釣り道路はいかが。そろそろ町を出ましょう。まだ治らんのか。ダリミルの部隊が物資を待っているのだぞ。見ろクライブ、あれがドレイク・ファングだ。あそこにフーゴの居城が。平時とは警備も異なるに違いない。なんせこの状況だ。奴を探すとなるとかなり骨だぞ。十分に気をつけろ。ええ、分かっています。クライブ、わしはお前に謝らねばならん。フェニックスゲートの大事の後、わしは危機に瀕したロザリアから逃げ出した。命惜しさに金を積み、我が身かわいさゆえにアナベラへこびへつらった。国を守れなかった臆病な王子をどうか許してくれ。すまなかった。おじさん、どうか。クライブ、お前の手で兄上の愛した国を、ロザリアを取り戻す気はないか。その勇気を持つことさえわしはできなかった。だがお前は違う。クライブ、お前なら。おじさん、気持ちには応えられません。俺にはやるべきことがあるんです。人が人として生きられる場所を作るための戦いが。そう、かつてのロザリアは人とベアラーの隔たりが薄かった。だけど当たり前に思っていたあの風景は、父上が少しずつ築き上げてきたものでした。父上が理想に掲げていたのは、きっと俺が目指しているものと同じなんです。俺はその思いをロザリアだけでなく世界に広めたい。それが数多の人が咎める大罪になるのだとしても、自分の道だと信じているのです。生意気を言うようになったもんだ。ありがとうクライブ。わしは誇りに思う、お前という老いを持ったこと。わしはこれから知人を訪ねる。自由都市カンベルの商人仲間でな。きっとお前たちの助けになることだろう。わしだってお前の一味、
悪僧らしく貪欲にやってやろうじゃないか。ここで別れだ。どうかお気をつけて。お前もな、クライブ。思い出話が残っとる。次に会った時はちゃんと聞かせてやるから、せいぜい覚悟しておくんだな。お湯を頼んだぞ、トルガル。たどり着いたぞ、フーゴ。なんだこれは。よくも俺をこんな体に。目覚まれた時。クライブロスフィールド、必ずぶっ殺す。俺がこの手でぶっ殺してやる。落ち着きなさい。そのテーブルが何をしたというのです。あいつは愚弄したんだぞ、俺を。お前が邪魔をしなければ殺せたのに。戦いを続けていたら彼に勝てたとでも。召喚獣に権限もできた。その前にあなたの首が落ちたでしょうね。黙れ。あなたの力が及ばなかった。彼より弱かった。それだけのこと違いますか、クプカ卿。はるばるぜ、いい加減にこの事実を認めたらどうです。くそそう簡単に彼の首を諦められはしませんか。一つだけありますよ、彼に勝つ手段が。なんだ、どうすればいい。教えろ、教えてくれ、頼む、お願いだ。あれです。マザークリスタルのコアには知っての通り、莫大な量のエーテルが蓄えられている。それを取り込めばよいのです。無論そのようなことはただの人になせる技ではありません。あなたがドミナントだからこそ言うのです、フーゴ。かつてクライブ・ロズフィールドに敗れ、召喚獣の力を奪われてもなお勇敢に権限して最後まで戦った者がいました。そう、ベネディクタ・ハーマン。彼女はこの方法で力を得たのですよ。人知を超える力をね。彼女が。俺のベネディクトや。そうか、ベネディクトが。
さあお行きなさい、あの光の元へ。ミュートスが御意にそういたします。ようやくここまでたどり着きましたか、ミュートス。風の大陸に生息してないはず。なぜここに？リヴァイアさん、
先は進めそうにないな。フーゴの居城か。まさかマザークリスタルのど真ん中に自分の城を建てるとは。
少し試させてもらうよ。なるほど、これがミュトスの力。ここもやられてる。
皆さん。くそ、一体何者なんだ。どうして俺の前に現れる。
ここはおそらくフーゴの。だが、奴はどこへ。間違いない、神殿に奴の気配を感じる。行くぞトルガル。そこにいるのか、フーゴ。ああベネディクタ、俺も今からそこに。一体何を。Ah!
貴様はアルテバ、何のつもりだ。人の生み出したる自我ありしといえども、力を求めるは鈍色の差があればこそ。力を喰らって汝はここまで成熟した。間もなく完璧なる我が器となろう。貴様は何を言ってる。それが汝の天命だ、ミータス。我を受け入れ、この断りから逃れることはできぬ。そう、決して。それ一つで存立していないということか。かような思念が絡みつき、その自我を嫌悪としている。汝の自我を消せば器の本分を取り戻せるかと思ったが、まとわりつく全ての思念を断ち切り、泡沫に変えねばならぬようだ。創生が始まる時を待ちながら一作講じるとしよう、何時のために。上司はどこに。ドミナントとはいえ、大量のエーテルを取り込めるはずがない。ましてやその力を強めることなどあるわけがなかろうに。もう少し狡猾な男かと思っていたが、タイタンも噂ほどではなかったということか。それほどまでに。バルナバス様、ミュートスの力が勝っていた。この5年、空獄プカは復讐のために生きてきた。その歳月が一周されたのだ。ザレ事にすがるのしよう。人は自らを頼みに変わることなどできぬ。神の力に頼るのも道理。しかしあの男、愛する女の首一つで身を滅ぼすとは。人とは実に哀れなものです。マザー・クリスタルの消えゆく様は、かくも美しいものか。お薬はいかがです?兵隊さん、お薬はいかがですか?しつこい娘だな。
帰れと言っているだろう。恩義をおいたわりください、殿下。ダルメキア軍を牽制するならどうか、青龍騎士団にご命令を。バハムートのご意向をお借りするまでもございません。このままでは殿下のお体が。すでにダルメキアとは停戦に合意したというのに、ゲイカは奴らを焼けという。その意図がわからぬうちは、こうやって時を稼いで真意を探るほかあるまい。それにバハムートはザンブレクの象徴だ。その翼を見せるだけで民も安心してくれよ。すまない、テランス。そなたに従者の真似などすまない。ディオン様のためならどんなことだって。もしもダルメキア軍が不満を募らせ停戦協定を破棄し再侵攻すれば、北部に陣取る我が軍は迎撃のために南下すると、南部から侵攻してくる奴らとは当然ここでまみえることになる。守備もままならぬ自治領島内での開戦だ。民への被害は免れない。それだけは何としても避ければ。それでも不幸中の幸いでした。タイタンと戦わずに済んだのです。うん。ゲイカはなぜこのような決断を。失礼いたします、殿下。何事か。オリビエが侵攻に即位だと。一体どういうことだ。父上はなんと、ゲイカはなんと言っておられる。申し上げます、殿下におかれましてはこの場にて待機せよと。何なりと。進行宮へ行くぞ。承知しました。今度は何だ。手荒な真似をしてすまないね。貴様はよせ。テランス、そのものはフェニックスのドミナントだ。近寄るな、焼かれるぞ。取り込み中だったかな。いや、気にすることはない。珍しい来客にいささか驚いただけだ。何年ぶりかな。記念式典以来だから、うん、20年。死んだと聞いていたが、そこにいるのは亡霊か。似たようなものかもしれない。でもこうして生きている。
かろうじてね。さて、ディオン・ルサージュ卿、あなたに話がある。オットーに報告しておくか。次はシロ。おかえり。フーゴはどうなったの？何か知らせは？落ち着いて。各国の警備が強化されているようです。クライブ、よく帰ってきた。フーゴ・クプカを撃ったよ。もう奴はいない。そうか、ありがとうクライブ。これで前の隠れ家で死んだ連中も浮かばれる。ダリミル宿場のルボルってやつが、ドレイク・ファングが消えたとストラスを飛ばしてきた。もしかしてマザー・クリスタルの破壊もお前が？ああ、いろいろあったが。本当かよ、一人でやっちまうなんて。おかえりなさいクライブ。ただいま。体の具合は？もう大丈夫だから、次は一緒に行かせて。待ってるだけって気が気じゃないから。分かってる。そうだオット、あれからウォルードについて報告は上がってきてないか？なんだ、世話しないな。これといってなかったはずだが、ビビアンにでも聞いてみたらどうだ？うん、彼女と話してこよう。やあ、おかえり。無事に目的を果たしたか？お前のおかげさ。帰って早々ここに来たということは、君も気づいたのだな、ウォールード王国の不穏な動きに。ああ、フーゴを撃つことはできたが、奴とウォールードとの関係はわからないままだ。ドレイク・ファングはオーク族に荒らされていた。あの蛮族は灰の大陸にしかいない。ウォールード軍が自国から船で運んだとみて間違いないだろう。他国のマザークリスタルを蹂躙し、一方で同盟を裏切った様子があるわけでもない。あの国はどうなってる？クライブ、対象を見つめすぎると全体像を見失うぞ。あいにく今は君に教えるほどのことはないが、良い機会だ。今一度あの国のことをおさらいしてみようじゃないか。灰の大陸の覇者ウォールード王国、召喚獣オーディンのドミナント、バルナバス王の下で戦によって生まれた国だ。そして849年、カンベル独立運動、865年大陸戦争、873年ベレヌス戦役、そういった数々の戦火の中に身を置き続けてきた国でもある。しかし
ここしばらくは不気味なほど沈黙を守っていてね。クリスタル自治領をめぐる戦にしてもそうさ、同盟国のダルメキアに軍事支援している様子はない。灰の大陸は黒の一帯の侵食が激しいと聞く。にもかかわらずザンブレクのように新たな領土を得ようという意志も感じられない。君の話を受けるならドレイクファングにオーク族を送り込んだことになるが、かのマザークリスタルを我が物にしようという動きも見えなかった。だが軍備を怠っているという噂だけはついぞ聞かないのだ。では次にウォールードの旗がたなびくのはいつか、漆黒の騎士オーディンが戦場をかけるのはいつなのか。おそらくその時、いやが王でも世界が揺れるだろう。昨今のウォールードはその行動がなかなか表に出ない。風獄プカの一件で久々に直接的な動きを見せたくらいだからな。そうか。だが朗報はある。少し前に君のおじごが知らせをよこした。あちらでもウォールードの動きを探ってくれるそうだ。おじさんが助かるな。いずれにせよ焦っても仕方がない。今は報告を待とうじゃないか。さてクライブ、急敵を撃ったことを君から直接伝えてやるといい。語り部やカローン、ブラックソーン、年配の方々には特に嬉しい知らせとなるだろうからな。それで今日の講義題としてやろう。お前の口から人を気遣う言葉が聞けるとは。私ほど人というものの本質と向き合っている者はいないぞ。ありがとうビビアン、早速伝えてこよう。各国の警備が強化されているようです。噂は聞いてる。うまくやったみたいじゃないか。さすがカロン、耳ざといな。風合を撃ったよ。そうかい。ここ最近で一等いい知らせだね。感謝するよクライブ。これでみんな前だけを見て進んでいける。いらっしゃい。いい品が揃ってるよ。ちょうどいただくよ。もういいのかい。ブラックソーン、今いいか。なんだ、要件を言え。みんなの仇を取ったよ。風獄プカを撃った。長かったな。やっと胸の使いが取れた気がする。俺たちも仕切り直さねえとな。これからも頼むぜクレイブ。こちらこそよろしくな。おお、クライブ、何が必要なんだ。よし、できたぜ。大事に使えよ。これでもっと良くなった。敵とも戦えるぜ。
よし、いい出来だ。どんな敵とも戦えるぜ。これでもっと良くなった。よし、いい出来だ。これでもっと良くなった。よし、いい出来だ。どんな敵とも戦えるぜ。よし、いい出来だ。じゃあな。最近、フーゴ様の兵隊さんたちもいないの。壺に皿。お客さん、何をお探しだい。毎度あり。はい、どうも。毎度あり。はい、どうも。お目が高いね。はい、どうも。お金が足りないよ。毎度あり。他にも何かある？こんなところね。いい取引だったわ。こんなところね。毎度あり。はい、どうも。毎度あり。もういっぱい持ってるじゃない。また来てよ。さっ。
まったく面倒なやつだった。
だけだ。はい。よくやったぞ、トルガル。助かった。
手ごわそうだ。やれやれ、うるさい魔物だった。おお、クライブ、何が必要なんだ。大事に使えよ。おや、クライブ、どうしたんだね。報告がある。フーゴを撃った。そうか、ついに。語り部、泣いてる泣いてる。変なの。今日は祝いだ。お前たちの両親にも報告せねばならん。ささやかでいい。祝いの支度をしておくれ。お祝い、やった。
からが再出発だ。ああ、そうだな。本当にありがとう。他の連中にはわしから伝えておくよ。ハルポクラテス、フーゴを撃った後アルテマと会った。奴について何か分かったことはあるか？いや、あれからあらゆる古文書を解読したが、その存在を見つけることができなかった。これは意図して消されたのではなく、もとより存在していないと言った方が正しいだろう。だが現に俺は奴と。その事実は否定しない。ただ人から見ればアルテマとして存在していたのではなく、天災や病などある種の災いだったのかもしれんとな。災いか。お主があったというアルテマがどういう存在なのか、わしには想像もつかん。何にせよ引き続き調べてみよう。わかった、頼む。よし、一度オットーのところへ戻るか。シドがフーゴを撃ったそうだ。オットーに聞いたから本当だよ。各国の警備が強化されているようです。来てくれたんですね。こちらがあなた宛に届いた品です。はい、どうぞ。また来てくださいね。